こんにちは。じゃ、立中流落書き部、はい、本日も立中先生をお迎えして雑談してまいりましょう。はい、さて今日の雑談テーマ何でしょうか。そうですね。立方体をちょっともうちょっと喋ってみようかなと思います。はい。みんな大好き立方体。みんな大好き立方体。あれですね。以前、立方体のことを話してから、うん、ちょいちょいこう SNS とかで自分で書いてるのを見たりとか、うんうん、書いてる人のやつを見たりとかして、ちょっと思ったことを喋ろうかなと思います。うん、はい。お願いします、はい。まあね、資格さえ書ければなんか、もうちょっといけそうな気がするっていう方いっぱいいらっしゃいますよね。はい、私も含めて。はい。よろしくお願いします。はい。ではでは、お願いします。うん、そうですね。でまあ以前言ってたのが多分こう、うん、平行にこうね、うん、線をこう三組かな、三組の平行な線をこう書いて、でまあまあそっから遠くに向けてこう、細くというか狭く、遠くに向かって狭くしていって、まあ立体感を出そうとか、そう、こういうことを言ってたんだと、言ってたと思うんですけど。初耳だな。そうかな。見直してください。はい。お願いします。で、まあ一番手始めに、こう、平行、色変えましょうか。この線が、こう平行のグループ1。で、これが、平行のグループ2。で、まあ、平行のグループ3みたいな。まあ、こういったのをこう、スタート地点にして書いていきましょうみたいなことを言ってたと思うんですけど、うまくいかないなみたいなふうにこう発表してる人も結構いらっしゃいまして、それのこう、まあほら落書き部なんで、割とさっさと軽く書きましょうよみたいなお手軽な雰囲気でやってますけど、集中したいところは集中したいんですよね。うん、あ、ここみたいな感じで。で、やっぱ、この、立方体、割とフラットな表現なんですけど、の時は、平行っていうのに、やっぱ集中したいわけです。うんうん、平行。この。まあ、フラットな表現っていうふうにおっしゃったのは、まあ、とりあえず、収束するとか、パースとかは考えないで、そうですね、です。はい。はい、やってみようとかですね、はい。で、この赤グループの平行が、まあ、ここにあるじゃないですか、ね。うんうん。で、多分、右利きの人が多いと思うんですけど、うん、右ってこう、まっすぐ引くって結構、まっすぐ線を引くって結構大変で、っていうのは、まあ、肘から、動かせば、扇形を描くし、手首から動いたらもうちょっと小さい扇形を描くようになっているので。まあ、結構ね、こう、向こう、この、右上方向に、平行のグループを描くときに、うん、右上に向かって広がりがちになるみたいな。何の気なしに描けば描くほど。うん、ここね、平行ってやっぱ結構難しくて、平行なまっすぐい線、大体ですけど、うん、を書くには、割とこう、ちょっと集中上げた方がいいかなとは思うんですけど、これが、こう、右利きで、こういうストローク、割とこう、弧を描くようなストロークをもとに、何の気なしに書いてしまうと、ちょっとね、こう、右上側が広くなってしまう、傾向っていうの、うんうん、大きいかなと。なるほど。思いました。はい。割とね、多分皆さん右利きで、まあ、左、逆ももちろんあるんですよ。ある、あると思うんですけど。
あると思うんですけど、うん、これで書くと、こういう、ずれ方をしているというか、こういう、これがね、向こうに向かって、特に、右上に向かって、ここの平行にしたいグループが広がってしまっているっていうのがものすごく多い気がします。はい。何の気なきしに書けば書くほど。で、まあ、ずれるのはしょうがないんですよ。平行って書きなさいって言って、精度がビチビチに 100% 平行で書いてくださいっていうのは、まあまあ、僕も無理なんで、そこは言わないんですけど、どちらかというと、うん、右上に向かって、狭くなる方でずれるんなら、割と、それっぽくはなるんです。パースが効いたのかなって、ね。そう。パースが効いてるっぽいな、みたいな感じの、なんだろうな。間違え方っつったら、乱暴ですけど、これだったら、こっちだったらリカバリー可能というか、うんうんうん、説得力のある風に見えるんですけど、やっぱ遠くに向かって広がるっていうのはちょっと、うん、ちょっと難しいかな。立方体で表現するには難しいかなと思いました。うん、なるほどね、はい。まあ自分、今、そう言われて書いてみて、なんか、何でもいいから立方体書きましょうって言われたときに、その3組の平行線があるっていう、その平行な辺を書かなきゃいけないところに意識がいってなかったなぁとは思います。はい、最初に、上辺とか前から見えるところとか、うん、一面を、4辺を書いてしまうと、もうそこで平行もへったくれもなくなっているっていう、うん。へったくれって今言わないですね。昭和的な。言います。言いますか。久しぶりに聞いたね。そうです。四角きゃいいだろう。ぐらいな感じで、最初の一個の四角を書いて、そこに後のやつを付け足すと、うん、もう最悪なことになりますね。もう、以前の動画でも自分で言いましたけど、もう麻婆豆腐の豆腐かっていうぐらい、一個一個の四角がバラバラっていう感じですね。やっぱりルービックキューブのようにシャキーンってやるためには、平行の意識を持つってことですかね、うん。はい。で、ずらすんだったら、ずれるんだったら、うん、もう遠くに向かって狭くする。ここだけですよね。それがやっぱ違和感を感じるのは、だいたい遠くに向かって広がってるところが一箇所ある。はい。二箇所、三箇所ある。と、うん、もう、違和感として見えてくるので、ちょっとね、こういうのって背景でビル描いたりとか、建物を描いたりするときも、最低限遠くに向かって狭くなっていっていれば、大丈夫、みたいな。それが、こう遠くに向かって広がっていくと、やっぱちょっと、四角、立方体である、ところに、その遠くに向かって広がっているとやると、もう強烈に違和感として出てくるので、もう本当にここだけちょっと注意して、まあ平行なら平行。ずれるなら遠くに向かって狭くする。狭くなる。みたいな感じでちょっと、そうですね。狭くする方にちょっとこう、自分のストロークを逃がしていくというか、広げちゃったらもうそこでアウトなんで。最低限狭くなればいい。平行。その平行の感覚がある程度身についてきたらどんな書き順でもいいかもしれないけど、うん、例えばもうビルを斜めから見たものを書くよっていう時に、私なんかだともう真正面の、なんていうのかな、面のところの四角を先に書きたくなっちゃうんだけど、はい、そうじゃなくって、最初にそれはもう、立方体とか直方体って言われる四角を書くに、書くんだから、こことここは平行、こことここは平行だよね。っていう、はい、お互いの辺の関係を最初に見た方が崩れづらいって言いますか、うまくいきやすいかもしれないですね。うん。なるほど。そしたら、こうあっていくので、もう、ここは、こんな感じで。うん。どんどん、
この間でね、こう、狭まっていけばいいので。この線は、うん、この線は、こいつとこいつの間なんですよね。遠くても。うん、ね。から、こう、ピックアップするところが、結構、で、まあまあ、なんていうんですかね。ビルもね、いろんな形してるんで。まあ、こういう大枠があってからの、こう削ったりとか。で、この今、削りましたけど、このラインは、こいつとこいつ。うん。で、このラインは、こいつとこいつの間だったり、するので。削るにしても、何にしても、その、やっぱこういう、向こうに向かって狭まっていく。あとは、まあ、平行。まあ、遠い、まあ、めちゃくちゃ望遠とかの遠い画面だったら、本当に平行平行で繋いでいくみたいな。こういう感覚が、こういう感覚っていうよりも、こういう線をしっかりこう、描く、かける、集中するポイントが、ここに持ってくることができると、割と、それっぽくは書けるようになるかなと思います。はい。うん。集中するポイントですよね。うん。だから多分、ラフだから、軽く書いて、集中するところは、その後の細部、細かいところ。で集中するっていうんじゃなくて、ここですよね。最初の平行とか、遠くに向かって狭くなるとか。でそういったところに、ちょっと集中してあげると、多分出来上がりが全然違うかなと思います。はい。はい。では最初に書いた、まあ今画面で言うと、右側のものは、まあ標準的なレンズ、うん、あるいは若干広角気味な感じの捉え方で、うんうん、画面の両脇に向かって、キューンって収束してってる感覚、はい、うん。で、最後に左の上の方に書き足した望遠だよっておっしゃってたところは、まあそこまで、なんていうんですかね、収束しないっていうか。もうそうですね。はい、割とこう、正投影に近いような感じで書くとこんな感じ、はい。で、望遠レンズの見方ってこういう感じだよっていうところですね。斜めがすごく激しくなってきますかね。広角って。うんうん、この斜め成分がすごい。うーん、あれで、広角は割と平行成分がすごい。うーん、狭くなる成分っていうのかな、こっち。なんか、平行な成分がすごく増えてくるのが望遠。うんうんうん、これもう全然絞ってもないですからね、このライン、この辺のライン群は。ね、全然絞ってない。遠くに向けて絞ってない。うん、なるほど。はい。まあ、そうですね。遠くに向かって広げるさえしなければ、なんとかなるっていう感じです。まとめると。まあそうですけど、まあ平行っていうところに意識がいってない時点でですね、もう四角が四角じゃないっていう、もうひどい。あ、いや、もうわかりました。書き順が間違ってました。だから要は、私の場合はですね、最初に、四角じゃない四角を書いて、そこに、あ、髭をこう出してる。髭をこう出してるから。それでも全然いいんですけどね。うん、あ、そうです、そうです。そんな感じです。あ、もう、本当にねって感じになりますよね。最初なんか、この3本から書いたらいいのかなって気は。なるほど。すごくしますけど。うん。でも、ちょっと、さっきの3本3本の組み合わせを3組っていうのが、今、自分の中で一番うまく書けました。ああ、そう。うん。で、まあ、意識、まあ。意識ですよね。うん、うん。書き順はまあ、こっから書いてもいいんですけど。いや、ダメですよ。もう、その時点でおかしいんだから、私のやつは。もう、絶対ダメです。もう、そこは禁止。まずは禁止。はい。でも、ここ平行平行で。ここ平行平行で。そうだね。書けちゃえば。そうだね。そうだね。はい、そうだね。ここ平行で書けば。まさかそこそこ平行って思ってなかったです。ああ、そうです。四角って思って。四角。はい。ここも平行に書けば、なんとかなるかなと思います。うん、はい。勉強になります。はい。よかったです。で、ちょっと怪しいなと思ったら狭くしとく。狭くしとく。もう、ね、奥に向けて。だってさ、
奥がさ、書かなくてもいいことってたまにあるじゃん。はい、そう。とりあえず見えてるところだけなんとかなっておけばいいっていう時に、はい、狭くの法則を発動させればいいってことですね。はいはい、多分近いのここなんで。一番近いのはここなんで。そこがまずい。こっからこっちに狭く、こっちに狭く、こっちに狭くってしていけばいいんじゃないかな。なるほどね。ああ。こう、こう、こうでしょ？三本書いたら。カメラに映ってるとこさえ、なんとかなってれば。そうそう、なんとかなってれば。いいかなと思うんですけど。はい。はい。はい。ありました。今日は、まあ、立方体からビルまで、うん。はい。はい、ありがとうございました。大丈夫かな？大丈夫ですよ。はい。はい。遠くに狭くすれば。なんとかなりますよ、はい。はい。頑張ります。まあ、あの、視覚から始まってね、いろんな物体にも応用が効いたりとかする。まずはそのね、大きい、ちっちゃい、あるいはその平行が崩れないっていうのはもしかして顔を確認しても、椅子を確認しても、うん、同じ原理が発動されてるのかもしれないですね。はい、一緒です、一緒です。はい。では、立中先生、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、立中かりでお会いしましょう。はい。さよなら。バイバイ。